今ちょうど昼の12時ぐらいです。今日はですね、波もないのであろうということで海には行かず家のことをしてましたが、昨日ですね、高知のあの美味しいカレー屋さん行ってたんです。2019年に超カレーグランプリ福岡で開催されたっていうので、売り上げが第3位になったっていう、あのスパイシーカレー屋さんなんですけど、どうして知ったっていうきっかけが、クラウドファンディングされとったんですよ。大学の近くにあるんですけど、大学生とかにもすごい愛されて、このカレーを続けてほしいっていうのでクラウドファンディングされとったんですけど、なんかクラウドファンディングの商品でエプロンがあったんですけど、そのエプロンがめっちゃ可愛くて、地元のすごいカレーも僕好きですし、参加したいなって思ったらもうクラウドファンディング終わっとったという、マジかっていうことでお店に行ってですね、で買って食べてってしてたんですけど、まさかのなんかちゃんと取れてなかったっていう、電源がっていうのもあり、ちょっと美味しかったんで、また今日も買ってきました。昨日は切った時に、エプロン今日ないんですって言われたんで、本日はちょっとオーナーさんがいらっしゃるということだったんで、行ってきて、エプロンも手に入りました。いつも同じエプロンで他のエプロンも使ったらっていう声があったんで、つけてみます。買いました。ターメリックさんっていうとこなんですよ。で、今7周年記念なんですって、たまたま行ったものなんですけど、すごい入浴剤とか、マスクケースとか、特注の不織布マスクか、いただきました。お店のカレーって直接行かないと買えないと思うんですけど、レトルトでも売ってるらしくて、これも買ってきました。四万十鶏のチキンカレー、一番人気らしいですね。厳選スパイスと柔らか四万十鶏っていうことで、高知県産四万十鶏の手羽元肉を煮込んだ、爽やかなコクとしっかりソテーした玉ねぎの旨味をこだわりのブレンドスパイスで合わせた大人の辛さが楽しめるスパイシーカレーですということであるらしいです。これです。じゃんじゃじゃーん。ノーターメリックノーライフって書いてます。でこれちょっと料理でも使っていこうかなと思うんですが、本日初お披露目です。こんな感じです。これちょっと料理で使っていこうと思うんですけど、どうですか。これターメリックさんの、しまった、大盛りにしたらよかった、言うの忘れとった。と、昨日も美味しくてめっちゃ気に入ったフルーツらしいです。何種類かのフルーツ入っとる。これでいただきます。こちらの方がサーモンとブロッコリーとコーンのカレーマヨネーズあえと、はい、こちらの方がほうれん草のおひたしと、はい、こちらの方が大根と人参のイタリアンサラダになっております。このカレーが賞を取られてたんですよね。そうです、はい、こちらの方が、はい、2019年に行われた、はい、福岡の超カレーグランプリで、はい、全国3位のいただきました。わかりました、ありがとうございます。わあ、めっちゃ美味しそうです。すいません。これは四万十鶏の手元を使った、はい、スパイシーなチキンカレーになります、はい。こちらこんにゃくの生姜炒めと、はい、ブロッコリーのお酢のカリニーといいますかね、とほうれん草のごまになってます。わかりました。すごいですね、このカレーあれですよね、あの全国の超カレー、はい、超カレーグランプリの売り上げが第3位です。すごい。全部食べたけど、はい、ここが一番美味しかったって言ってもう一回買いに来てくださった方が 2,3 人おりました。すごい、楽しみです。ちなみにこのラッシーめっちゃ美味しかったんですけど、ラッシーなんかこだわりとか変わりとかもあります？ラッシーのフルーツが入ってますね。ピーナッツと桃とみかん。あ、そうなんですね、はい、すごい。ミミ、ね、でちなみにこのセット料金がおいくらになります？はい、ラッシーとセットで950円。950円、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあこれ楽しみに持って帰っていただきます。はい、いろいろ豪華ですが、7周年記念の粗品と、はい、今日ターメリックのカレーさんと、ラッシーチキンカレーのレトルトとエプロンも手に入りました。エプロン可愛いんですよ。はい、では食べていきましょう。はい、ではではいただいていきます。わー、美味しそうですね。はい、ラッシー飲んできます。うん、この甘さとこのフルーツの程よいフルーティーな感じがめっちゃ美味しい。このヨーグルト感とフルーツの相まったこの何とも言えない美味しさ。ではカレー早速いただいていきましょう。カレーだけちょっと味わってみようかな。うん、これ結構辛そうやな。
うん、辛さがそんなにいやらしくない感じで、ほのかに優しく辛いっていう感じに、口に入れてから程よいスパイシーさがじわーっと広がってる。ああ美味しいわこれ。何ライスでしたっけ、ウコンみたいな色してるけど美味しい。ではカレーちょっとつけていただきましょう。はい、これです。うん、美味しい。このスパイス加減が何とも言えん。ああ、うまいな。辛さ4ってなってるけど、そんなきつい感じじゃなくて、優しいですね。ちょっと鶏肉これ切ってみようかな。はい、これ、こんにゃくの生姜炒めやったかな？はい。こんにゃくにその生姜の風味が美味しい。いいですね、この味わい。で、ブロッコリーと人参と何やったかな、これ。酢で和えたやつやったかな？だしの旨味が加わって、これ美味しい。はい、ほうれん草のごま和え、どうでしょう。このほのかなごま油がまた美味しいわ。はい、ということで、このほろほろに崩れた肉と一緒に食べてみましょう、ライス。はい、これでいただきます。この絶妙に調節されたスパイスの具合と、このカレーの風味、それとまたこの肉が合うわ。うまい、ほんと。こうすごい赤い辛そうな感じに見えるけど、でもそんなに辛さがいやらしくないです。すごい食べやすい。うわ、めっちゃ美味しい。出来たて食べたらさぞ美味しいかなと思います多分。うん、このブロッコリー酢の感じとだしの旨味がすごい、なんともいい。美味しい。うん、だし本当美味しいですね。スパイスの本当絶妙なこの味加減がいいですね。うん、もし福岡でその大会行ったよとかっていう方見てくれてたら、あのコメントとかで教えてください。どうやったか感想も含めて。あー美味しい、このカレーとラッシーが合う、本当にうまい。このかなピリ辛さが美味しいですね、口の中に。でも全然食べれない感じじゃない。まあというのも昨日あの極激辛ファイナルを食べとるんで余計ここのカレー本当に美味しいから、大学を出て地元に帰れた方はどうしても食べたいから冷凍で送ってくれとかっていうお店に頼まれたりしとったらしいですよ。美味しい、いただきました。スパイスも効いてて、冬は体が温まる、夏は夏で暑い時に暑いもの食べたいじゃないか、このスパイスカレーみたいな。夏でもよし冬でもよし、これいいですね。また食べたいなと思いました。ありがとうございました。ということで、ターメリックさん一番人気の島戸鶏のスパイシーカレーを美味しくいただきました。そしてこのエプロン、ちょっとまたあの料理の時に使わせていただきます。ありがとうございます。ではでは失礼します。いやー、もうカレー超好き、美味しい。はい、ではアディオス、カシオス、マサラ。